さあ、それでは今回は開封レビューでございます。こちらですけれど、JR モデルのキットになっております。なかなかね、私の動画では出てこないキットでございますが、まあ、JR モデル。まあ、知る方はね、結構カーモデル作られている方はね、知ってると思うんですけど、まあ、そうでもないっていう方は、何 JR モデルズという方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、現行でまだいろいろね、キットで出ているメーカーでございます。で、こちらなんですけれど、1976年のね、ダッジチャレンジャーのキットでございます。この、リチャード・ペティっていう方の、が乗っていた車ですね。まあ、ちなみにリチャード・ペティっていう方はですね、まあ、私もあんまりそう詳しくはないんですけれど、まあ、非常にナスカーとしてはね、非常に有名な方という感じでございます。まあね、10連勝したりだとかね、なんか結構成績が素晴らしい方ですね。ナスカーね、実際に走ってるところをね、行ってみたいもんですね。まあ、非常にね、ちょっとね、古いキットではございます。キットじゃないな、マシンではございますが、私の大好きな、ダッジのアメ車ですね。で、中身見る前に箱ですね。まあちょっとね、この写真が、この表紙が、なんかをちょっとこう隠しているような気もせんこともないような、このなんかこの、なんかこの、で、一応ね、ダッジがちゃんとこうね、入っておりますので、まあいいだろうとは思うんですが、わからないです。大人の事情が詰まってるかもしれないんで、まああまり言わないでおきましょう。まあ一応ね、こう箱を見てもらうとわかると思うんですけれど、こういう、いろいろね、STP のキット、スポンサーが入っているマシーンが他にも出てますよ、と。一応、ここはね、そのリチャード・ペティさんの、乗っていた車ですね。まあ、何回も言いますけど、リチャード・ペティさん、あんまりそんな私詳しくないです。すいません。車が好きなだけで、あんまり人には詳しくないという、ちょっとね、横好きなところで申し訳ないですけれど。ということですね。まあ見ての通りなんですけど、今度キットの話なんですけれど、まあこの箱、まあ見ての通りなんですけど、まあアメリカレベルですとか、あと AMT とか、そういうところの箱と同じような感じで、こう、分厚いね、箱になっております。これが、ね、ドイツレベルだとか、あっちになってくると、この箱が3分の2ぐらいの厚みになって、ちょっと箱もね、大きく、横幅、縦幅がでかくなってくるんですけれど、こちら、AMT とかとね、同じような箱になっております。まあ正直こう今持ってるだけで、ね、結構重い、ずっしり入ってる。中もへこまないぐらいなので、がっつりですね。よし。では早速ね、中を見ていこうと思います。ちょっとすいません。クリアパーツをね、置いてきてしまって。すいません。基地に置いてあります。クリアパーツがなくて申し訳ないです。で、こちら、きっと、スケールがですが、25分の1ですね。まあ、見ての通りね、やっぱりダジの、特にね、古い車になってくると、もうめちゃめちゃでかいので、こんな感じになっておりますね。あ、ちなみにこちら、視聴者さんからいただきました。ありがとうございます。毎度毎度ね、本当にいつもね、こう、送ってきてくださるんですよ、これ。ありがとうございます。本当嬉しいです。特にアメ車。いいね。まあ、見ての通り、このね、この形、この薄さと、この、いいよね、かっこいいよね、めちゃめちゃかっこいい。このもう横の、この、だけでご飯3杯いけるぐらいの感じだ。めちゃかっこいい。やっぱ、めちゃいいよな、このね、このデカさの無駄さはあるくせに、この形に無駄がない、この時代から。すげえわ。角張ってるのに、こうね、こう長くてこう風をこう切りそうな、すげえいいデザインだね。ダッジすげえ。ということで、まあこちらなんですけれど、モールドはまあやっぱりこうね、はっきりとはあるんですけれど、深さがないかなっていうような感じで、まあこれ海外キットのあるあるなんですけれど、うん、そう、モールドはしっかりあるんですよ。あるんだけど、浅い。不思議なもんなんだよね。だからモールドの幅はね、結構広いんですよね。で、タイヤ。まあね、これね、ナスカあるあるですね。もうタイヤが激太。この厚みがね、ここは結構太いんですね。幅もね、そんなにね、めちゃくちゃ分厚くはないんですけど、これ見るとね。だけど、この肉厚感がいいね。ナスカらしい。で、こちらでございます。メッキがめちゃ綺麗なんじゃ、これ。なんかすげえ。いや、よくあるんですよ。やっぱりこうさ、なんていうのかな、 OEM みたいな感じで、ね、ダッジのチャレンジャーが、ごめんなさい、さっきからチャレンジャーばっかり言って、これチャージャーだね。チャージャーが、ダッジのチャージャーが、
なんだろう、他のメーカーでも出てたりとかするんですけれど、だからそういうね、感じとかもね、あるのかなみたいな気はするんですけども、これなんかこのキットも重たいな、なんか気のせいかな。でね、メッキがね、なんか分厚く見えるんだよな。多分、メッキが分厚いんじゃなくて、メッキの下のと、なんだろう、こう、艶をね、メッキをこう、ミラー調に見せるために結構こうね、分厚くコートしたりするの。そのコートがしっかりされているせいなのか、厚みは感じるんですけど、その分ね、メッキがめちゃめちゃ綺麗に乗ってんの。これすげえな、めっちゃメッキ綺麗だな。歪みがないように感じ、こうプックーとはしてるんだけど、それがね、またね、メッキを綺麗に見せるというか、すげえ。で、こちらですね。まあ、キットこう袋に乗ってるんですけど、まあね、餃子の羽がいっぱいね、こうね、見ての通りなんですけど、まあ、ここはね、別にランナーだからいいんですけれど、まあ、そうじゃないところもね、結構、花が咲いて、花が咲いてでもいいんだけど、餃子の羽がいっぱい生えてるんですけど、お、ちょっと待って、今びっくりした。ごめんなさいね、こっちの話です。でもキット自体にはそんなにひどいのはないですね。まあそんなね、 JR モデルズのキットが詳しいわけではないんですけれど、これも切った面をしっかりこうね、処理してあげればペタッとくっつくような感じにはなっているはずです。ちょっとこうね、接着面ここ見ると、あ、でもそう、まあそうだな、やっぱり変わったところにね、パーティングラインとかがね、来たりしてるの。普通だとこういう横に来たりとかするんだけど、このキーパーツで言うと、このこっち面にあったりとかね、するんで、変わってはいるんですよね。だけど、ちゃんとその接着面を、またね、ヤスリとかで平面をね、しっかり、まあ、平面とは言わないですけどね、いろんな形があるから、まあ、イメージ的にね、平面をちゃんとつけてあげて、接着面をね、綺麗にしてあげて、つければ、まあ、別に問題はないかなと。いう感じですが、なんでちょっと一手間ね、かかるというところはありますけれど、いいです。まあこのね、JR モデルズさんもね、こうね、日本にはないキットっていうのをね、出してくれるので、非常に嬉しいですね。ね、もうぎっしりでしょ、パーツの量が。まあそんぐらいね、ちゃんと、中まで再現されているメーカーです。これなんか嫌に白いな。多分なんかあれが違うんだな。母材、なんだろう、材料がプラの。すっげえ白いんだけど、ちょっとだから青みがかってる感じだね。こんな感じです。なんかいろいろ細かいパーツがいっぱい入ってるな。まあやっぱり気になるね、説明書を見てみましょうか。まあ説明書もそうなんです。おっと、なんと金属軸がついてる。おー。しかも1本だけ？あ、そうか。まあ前輪は回るからだね。なんか書いてあるけど読めない。まあいいや。あ、こうメンバーに、ビルダーズクラブに入りませんかみたいな感じのやつじゃないかな。そうするとちょっと面白いことが起きるよみたいな感じなんじゃないかな。ということで、ちょっとこう、説明書とか見ていきましょうか。まあ、こう一番最初ちょっとどうしても見えてくるデカールですね。デカール。綺麗。これね、使用者さんが大事に保管しといてくれたんですね。めっちゃ綺麗。黄ばみゼロ。素晴らしい。これも大事にちょっと保管して。これね、自分の手に渡ったら汚くなったって言ったらね、泣けちゃうんで。で、ちょっとこれ、ね、説明書見ていきましょうかね。一応白黒ではあるんですけれど、カラーでもできるような感じの、紙に白黒で印刷されているって感じですね。今チラッと見えちゃったけど、すごい説明書が簡単そう。で、まあ、ここにデカールの指示がありますよと。まあ、ほとんどがね、日本語ではないので、ちょっと理解するには難しいと思うんですけど、まあ、割と日本語もね、英語をよく使われるので、まあね、ここにアルミニウム、ブラック、カッパーとかね、クロームとかいろいろ書いてあるんで、まあ、その辺はね、なんとなくわかるじゃないですか。まあ、色の問題はいいかなと思うんですが、早速見ていきましょう。説明書なんですけど、まあよくあるパターンの作り方ですよね、こういうのね。ねえ、こう見て、こう見て。ねえ、でもどうこう、日本にはないこの説明書の、もう若干長谷川チックな感じなんですけど、まだ長谷川の場合だったらこうね、項目にこう綺麗に分かれてるんですけど、こうもう絵だけ、なんていうの、区切りもないみたいなさ、感じで、珍しいよね。
こういう感じで。まあ割とだからね、作り慣れた方じゃないと難しいところはあるかもしれないですけどね。いいね。あ、そうだよね。やっぱりね、自分の気に入ってる車が、JR モデルズからしか出てないみたいなさ、いう方もね、あると思うんですけど、ちょっといきなりこれに頑張るのは、ハードルを上げてしまったり、最悪、完成できなくて、カーモデル難しいから、ちょっと俺ダメだやめとこうっていう風になっちゃうかもしれないんでね、まあちょっと慣れないまでは、慣れてきてから手を出す方がいいかなと思います。結構難しいです、海外キットはね。慣れちゃえばその癖がまたね面白いんだわっていうね、変態に走る鍋さんみたいな人がねいるかもしれないですけれど、そう、好きなんだよこのトラップっていうか、作り慣れるとわかるんですけど、もう結構こう手間がかかって、なんかこううまく合わせながらやってみたいな感じで作っていくんですけど、それでも完成させたという達成感ってたまんなくいいの。楽しいよね。細かいし、ちゃんとエンジンもこうねしっかりね乗っかってるんで、海外のキットっていいところって割とこうね、増物がしっかりあるっていうのがね素晴らしいですね。細かい見えなくなっちゃうところまでしっかりこう作り込まれているっていうね、表現されているというかがね、好きなところがね、また結構手間がかかってね大変なんだけど楽しいっていうね、なんなのかね、変態だね。いや楽しいんで、ほんと楽しいんで、やればわかる。おっと、こういうとこね、合わせ目消しが必要なところ見つけちゃいましたね。こういうとこやっぱボディが一番ね、見えるところなんで、いいね。で、これをつけると今度また入らないとか。あ、これはないか。でももうつけちゃう。きっとつけちゃうから。多分普通に組めるんだろうな。どうなのかな。ね、場所によってはさ、何これっていう風になったりするところもあると思うの。これ本当なんだろう。どこの部分のことよって。多分これがアーチだから、ね、ホイールのフェンダーの部分だろうな。で、ここがサイドステップかなんかかなって違うかもしれないよ。ちょ、だけど、これは何とか、これ C? え、あ?ん ?C ピラー ?A ピラー?あ、どっち?みたいな。これ多分内側から見てるの、外側から見てるの多分内側だろうけど。っていう、こういうのとかね。こういうのとかね。これどこよって。これはまあなんとなくはわかるわな。これわかんないでしょ。こういうね、なかなかのところがあるんですよ。面白いでしょ。いや、楽しいよ。じゃあ、ね、難しいんだけど、難しいってね、説明書が難しいだけで、雰囲気がつかめちゃえば、結構できる。でもこれはね、まだいいよ。絵もはっきり見えてるし、なんとなくこのパーツがこのパーツだなっていうのは、もうね、本当に古いプラモデルとかね、日本メーカーとかだったらもうね、もう、ザ手書きみたいなやつとかね、あったりするから。あれ、マジで辛い。そう、なんか微妙に見ると形違う気もするんだけど、とかね、あるんですよ。これはまだ新しいから、ひょっとかすると、こうね、パソコンとか、そういうなんかまあ、設計、ソフトとかで書いたのかもしれないけど、昔って写真を撮って、途中工程のそれを写真をの上にトレーシングペーパー引いてなぞって、それをここに貼り付けてみたいな説明書してたの。そうだから本当にね、わかんないやつわかんないの、本当にあれ困る、マジで。だけどこれは全然まだわかる方、これはいいよ、優しい優しい、いけるいける。あ、でもこれ完全にこれなんか絵描いたって感じだな。CAD かなんかで描いたのかな。まあ多分それかね、そういうイラストレーターみたいなのでちゃんと描いてるのかもしれない。だけど、どんなのかな、わかんねえな。最近だと写真を撮ってそれをね、こう輪郭だけ切り取るっていうソフトも確かあった気がするんだよな。まあ、要は白黒にするみたいな、線だけにするとかね。そういうソフトをまあ駆使してやっていけば。説明書もまあまあ簡単に作れるんじゃないかなって。昔ほどこうね、手でなぞってとか、そう手間暇みたいな、まあでもパソコンでそれやるのも辛いわな。まあという感じでですね、そんなにね難しいキットではないと思うけど、やっぱりパーツ点数がめちゃくちゃあるので、まあ
大変は大変だと思う。でね、ちょっとこう入ってた通りにしまっておかないとね、いけないんで。まあこれもね、せっかくなんで、いただいたものですので、大事にね、その時が来ましたら、また作っていこうかなと思いますね。そう、私ね、結構こう海外キットがね、大好きなので、いいよ。でも本当にね、難しいキットって本当に難しい。手間暇かかって、まだ、このキットの、どういうところを見て、自分がいいなっていうか、作りやすいなって判断するかっていうとですね、これ入んねえじゃん、これ。これ、潰れないように気をつけないとね、シープラ。ね、まずフルオープンじゃない。これ、ボンネットが開くだけだから、まだいいの。これまでは、自分の中で、いけるサイン。これが、ここ開きます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 。まあ、ここが開くのは少ないんだけど、ね、後ろの、ね、リアのハッチが。だけど、このね、両方ここが開くっていう風になると、結構きついの。私が非常に嫌うキット。苦手なんすよ、すごく。私が個人的にすごく苦手。なぜかっていうと、もうここがないだけで、もうブヨブヨになって、ここのね、もう、A ピラーとかなんかもう、ちょっと力入れたら折れちまうよみたいな状態になるから、すっごい嫌いなの、本当に。そう、だから結構、そういうね、フルオープンの車を作ってらっしゃる方いるんですけど、マジすげえなっていつも思ってる。いいよ、いい、ちか、すごい。ほんとすげえ、マジですげえ、尊敬する。もうほんと苦手なの。うちのメンバーでも笠原さんとかめっちゃそういうの作るからさ、すげえなとか思うもんね。無理。ね、長いお付き合いの方ね、ご存知かと思いますけど、私あんまりそういうのさ、依頼品以外は絶対作らないのよね。そう。依頼品でも結構嫌がるよ。依頼しないでね。依頼し、結構嫌がるんで。そう。というね、ところで結構簡単難しいというところの一番の判断はね、そこになる。そう。ちょうどね、今日もね、聞かれたんですよ、そういうのはね。だからフルオープンだから、あんまり好きじゃない、つって。そう、ということでですね、こちらね、絶対的にかっこいい車だと私は思っておりますので、ね、じゃあじゃあかっこいいよ、デーラかっこいい、ミッドレアかっこいいわ。このね、このマッスルな感じがね、こうだけどこの横から見ると薄くてね、シャープでスタイリッシュなんだよね。なのに横の横幅がバカでかいとかね、でね、長さがめちゃくちゃ長いとかね、もうすごい好き。ということでですね、こちらもね、またね、作る際にはね、また見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で。ではまた。果たせなかった。